二類融合系の紹介にもあります。え二類長の岩本先生から紹介です。えっと、はい皆さんこんにちは。えっと二類のセキュリあのセキュリティ情報学プログラムの岩本と申します。よろしくお願いします。えっと私からは二類のご説明になります。えっと革新から始まるあごめんなさい融合から始まる革新ということで、えっとまあ二類にはこう五つのプログラムがあるんですが、まあやってることをちょっとご説明していきたいと思います。 2、はいえっと、類の位置づけですけれども、2、えっと、類はです、ね、あの融合系と名前がついていまして、1類は情報系、3類は理工系となっていて、2、えっとまあ、類は,情,あので二類はその情報と理工を融合した新しい学問領域という、えーまあ、感じで研究教育研究を進めています。あのこちらが左側に1類のやってることがあって、右側に3類がやってることがあって、 で我々はこの真ん中に相当しますと、でこれはあの類のロゴ、二類のロゴマークです。はいでえー、そもそもです、ね、融合系っていうんですけれども、融合ってなんでしょうというところからお話を始めたいと思います。で皆さん、この、えー、と機械、ご存知の方も多いと思うんですけど、MRI というふうに言います。 でえー、と漢字で書くと長いんですが磁気共鳴画像法と言いますで右がそれで撮った画像で、えー、ご存じない方のために言うとこれはこの中に寝てこうこ,こをわーっと通るとこういうふうにこう体がの、まあ、輪切りのレントゲン写真みたいなものが撮れるというものですで当然これはどこにあるかというと病院にあってで、えー、と医療的な、まあ、病気がないかとかそういうことを調べるために使います じゃあお医者さんがこれ作れますかっていうとそれはそうではなくて、えー、とここにはいろいろな理工学的な知見が入っています。核磁気共鳴ななんんていいうののは、えー、とお医医者さん医学の言葉じゃないですすね理工学の言葉で,すでこういうふうに、えー、ニーズは医学にあるんだけれどそ,の、えー、それを実現するための方法テクニックは理工学にあったりすると、まあ、こういうのを、まあ、一つの融合の例だと思っていただければいいと思います。 こういうのができることで体を切り刻まなくても中の状態がわかるとそういうわけですねでこういうことで医療に革新的な世界が開かれるとこういうのを融合だと考えていただければいいと思います他にもいろいろあって物理電磁気学情報量暗号理論いろいろ書いてありますけどこういう工学的なテクニックを医学だけじゃなくていろんなものと融合して使っていくとそういうのが我々の融合と。 いうものになりますで、えー、融合ですけども、えっと2類のエリアは、あのプログラムはあの5つ、ここに挙げているように5つあります。で、えー、っと大きく分けると、上の I エリアと下の M エリアというふうに2つありまして、I はえー、っと情報工学ですね、インフォルマティクス。で、えー、M はまあマシーナリーメカニクスですかね、えー、っとメカ,メカトロニクスエリアの M です。で、えー、っと、 アイエリアがセキュリティ、情報通信、電子情報学と3つに分かれています。で、メカトロニクスの方は、計測制御と、まあ、先端ロボティックスというふうに分かれていて、でこの5つのプログラムで、2類は構成されています。今からちょっとずつ、あの1つずつご説明していきたいと思います。 まずセキュリティですあの私はここに属しているんですけども、えーっとまあ、ここにいろいろ書いてありますけども、えーまあ、あの実世界のいろんな情報を取り込んで安全な社会基盤を作りましょうとでサイバー空間とそれから実世界の安全性に対する脅威に対して、まあ、いろんな理論を、まあ、理論とかそれから運用法とかそういうのをハードとかソフトウェアの両面から学んでいくというのがセキュリティ情報学です。 基盤になるのは暗号理論ですね、あの私はここですけども、えーとまあ、それからプライバシーの保護技術、それから、えー、とロボティクスなんかの、まあ、セキュリティに近いところをやっている方もいますし、まあ、ここにあるのはバイオメトリックスですね、指紋の認証とか、えー、とそれからこれ、交際ですね、それからこの右のやつは、あれですね、あのワインの真眼判定を光を当ててやってみようという、ちょっとしばらく前の研究ですけど、そういうのがあります。でえー、と2つ目 えと情報通信工学ですけれどもここは、えー、と読んで字のごとくで、えー、と未来の通信システムの構築のために、まあ、情報通信不合化技術それから、まあ、暗号なんかも入りますけれどもネットワークとかそういう、まあ、ワイヤレス通信とかそういう、えー、回路の基本設計から、えー、構築技術までいろいろやると。 いうのが情報通信プログラムですでここ右にある、これにあるのはこう光の通信ですかね、光通信の、えー、と実験器具だとお聞きだと思いますけれども、でえっとまあ、キーワードとしてはここにある通りで、えっと、無線通信、それから情報セキュリティ、それからデバイスですね、で今こう言いましたけど、光通信、ネットワーク、それからあの基礎理論としてはまあ情報理論とか符号理論とか、そういうものがえっと含まれています。で3つ目ですけれども、 えと電子情報学プログラムです。でこちらは、えーとまあ、電子情報ということで、まあ、電気系ですね、えー、とで高度・コミュニケーション社会を支える、まあ、音響とか画像、それからち、えー、知能情報処理ですね、それから、えー、とあと電磁波の伝送あの宇宙の電波の観測とか、えー、そういうことで、えー、電子情報システムの基礎となる理論と手法について学びますと、でプログラムや電子回路の実装実験、演習を行います。で キーワード、ここにいっぱいありますけれども、えっと、先ほどの、まあえっと、1つ前の、えー、プログラムは、えーまあ、通信に特化していたと思えるんですけれども、こちらはまあ通信というよりは、えーまあ、何か画像とかそういうデータとかを処理すると、そういう感じの、えー、研究者が集まっているプログラムになります。まあ、信号処理、画像処理、えー、音声音響ですね、それから、えー、と生態計測、まあ、ちょっと全部読むのはあれですけれども、いろいろこういうものがあります。でこれ右のやつは えとえー、こう数字とかこうアルファベットをこう見ながらこうノウハウを計測していると、まあ、そういう実験をやっていると思います。でこういう感じでえやっているのが電子情報学プログラムになります。で今までの,があの I エリア、情報学なんですけども、えー、とここから M エリアの説明になります。M エリアの一つ目は計測制御システムで、えー、まあ計測制御、ですね信号処理。 で家電情報機器、それから自動車、こういう自動車ですね、自動車に何かこうくっつけていろいろ実験をしてますけれどもで、航空工学とか、そういうことをやっていて、でまあ、基本的に制御ですね、制御して、それからレーダーの,その計測をして、で最終的には医療器具、こういうものにもまあ使われているわけですけど、まあ、あの人間がこういじる機械の、まあ、あのそういうものに対して賢くて、人間に優しいシステムの創出について学びます。 もの物を動かす制御するためにはまずあのセンシングして測って情報を得てから何か制御をかけていくわけですねなのでそういう感じで、えー、とキーワードとしてはまずセンサーとかレーダーとかそういうものがありますでだんだんこう制御の方になっていって自律分散システム脳情報処理それから視覚聴覚ですね生活でバイオメカニクスなんていうのが、えー、このプログラムでの、えー、まあ学びの内容ということになっております。 で最後、5つ目ですけども、えっと、先端ロボティクスプログラムです。でもこれもえっと名前の通りで、ロボットですね。えー、で多様な工業分野の総合技術であるロボット工学を核に、まあ、ロボットのメカニクスと知的制御、脳とえー、人間の脳による機械の操作を目指すブレインマシンインターフェース、それから視覚情報の,視覚情報のまあセンシング、えー、マルチメディアに基づくインターフェース、バーチャルリアリティなどがこのプログラムで学ぶことができるものになります。 でキーワーワドここに書いてありますけれどもメカトロニクスとかマイクロロボットとかあとまあ義手ですね近伝の義手とかこういうのもあの、まあ、生物模倣ロボットとかも近いですけどこういうのがありますコンピュータービジョンですねこれもまさに4本足のロボットが写ってますけどこういう研究とか勉強がこのプログラムではできます。 でえっと詳しい内容はですね、まあ、今、駆け足でちょっとあのご説明しましたけれども、詳しい内容はあのウェブサイトをご覧いただければと思います。で、えっとあのこれ、ニューってくっつけましたけれども、えっと最近、あのウェブサイト、えっと、今年度新しくなりまして、えー、まあ、あの皆様ご覧いただければと思います。であと、ラボガイドというのがありまして、各研究室のその、 まあ細かい研究活動ですね、そういうのはあのラボガイドからあの各研究室に飛んでいただいて、ご覧いただけると大変ありがたいということになります。で、えっと、最後ですけれども、われわれからのメッセージということで、えー、基礎学力を固めましょうということですね、あの応用して、例えば MRI、かっこいいって思って、やりたいと思ったら、やっぱりあの物理とかちゃんと勉強してないと、全くあの意味がわからないわけですね。 ということで、えー、と何をやろうと思うにしてもあの基礎をしっかり固めていただきたいというのがあの1つ目のメッセージです。で、えー、得意科目を皮切りとして不得意科目にも取り組みましょうあの、まあ、よく言われると思うんですけどあのこの心はですねあの得意なことはもちろん得意であの大いに頑張っていただいていいんですが例えばさっきのようにその物理も やらなきゃいけない、医療もやらなきゃいけないとなると、これがちょっと苦手だからみたいな、どうしても出てくると、あの融合系なので、幅広くやろうと思ったら、多少不得意なこともまあ頑張ってやるような力をつけていただきたいと思います、それから、印象にとらわれず、中身のことも調べましょうと、お医者さんに行って MRI を見て、あ素敵だなと思って、医学部に行ったら、MRI、え、は、ー、工学部ですよって言われちゃうっていう、まあ、そういうことですね。 あのそれでは困るので、えーまあ何でもです、ね、パッと見だけじゃなくて、中を見て、自分が本当に面白いと思えるかとか、そういうことまで見るためには、中身もちゃんと見ていただかなきゃいけないと思います。で、えっと、自分が何を学びたいのか、よく見極めていただいて、えー、楽しんで学んで、えーまあえー、二類に来ていただければと思います。えー、以上になりりまますどううもありがとうございました